PC と PS4 ってモニターとか合わせて考えるとラグは2フレくらい差あるんですか？いや、もっとあるんじゃねえかな、下手したら。下手したらもっとあるよ。モニター完璧な PC と、モニター普通の PS4 だったら、もっとある可能性がある。いや、言い過ぎか。でも2フレぐらいに収まんのかな、そうは言っても。2違うってかなりだけどね。でも3ぐらい違ってもおかしくないけどね。マジで。びっくりするからね。PS4 やると。今。初心者がやって気づきますか？さすがに気づくね。マジで全然違う。オフ PS をオン PC。オン PC の方がマシ？オン PC の方がマシ。まあもちろんそのオフをどこ、どこのオンとやるかだけどね。韓国とかそういうんだったらまた話変わっちゃうけど、距離によるけどね。でもまあ基本は多分オンの方がマシ、国内は。我ら水戸コーディがジョン君に会われました。チキサー！ももちは19時から忍び配信。ダメか。ランクまでも PC と PS 勢だと全然違う。明らかに PC 勢の方が手強い。ああ、それは意識したことなかったけど、まあそうだろうね。だって見てからできる行動が、すげえ減るわけだからね。読みになっちゃうから。しかもさらにそっから、レバーレスっていうのもあって。究極は、だから PC 最強モニター、オフ、レバーレス。じゃね、最強装備。PC でも 60Hz だとそこまででもないんじゃないの？いいえ。全然違います。PC 版と PS 版は全然違います。ちなみに私は明日髪を切ります。いいよ。あ、水は明日もできるらしい。ありがたやー。明後日はベッドが届きます。そうだね。スト5で PS4 版だと繋がるのに PC 版だと繋がらない連続技があるんですね。え？ないでしょ。それは違うよ。初めから PC 勢ですが、PS4 でやった時は故障してると思ってました。ああ、まあでもそう思うだろうね。今の仕様で PS4 に戻ったら強いキャラまた変わるのかな？変わるでしょ。人が買ったけど何かやるべきでしょうか？キャラ変え？いや、キャラ知らんし、元も。まあ、とりあえず、連続技じゃねえや。まあ操作覚えてくださいや。くださいや。ルークがもっと強くなる。でも、確認何フレだっけ ?16? どうなんだろう。どうなのよ。ネカリ、ネカリもそうね、伸びるよね。でもネカリはどうせ今回飛べないんでしょ。